ここでベルトギアを老気圧状態に下げていくと、三軸の徐々に速度が上がり、ある速度域に達すると、ベルトとギアの両方で動力伝達するスプリントを従来 C メーティングにおいて、車速の変化に伴い、伝達効率はこのように変化していきます。従来 C メーティングの計測で静かな走りを実現しました。はい、実測して2つの力で回すみたいな。世界初の、ではトップギア状態での動力伝達速度が速く、エンジンノイズも高くなります。より一回回ると思います。そこで、ACAD ではこの課題を